こんにちは、水沼貴史です。大分にやってきました。ここはワールドカップが開催される土地です。着々と準備が進んでるようです。それと熱い人がものすごく多いみたいです。水沼さんの見た大分の今と夢と未来を、あと2年と少しでワールドカップはやってきます。まずやってきたのは大分市内にある大分トリニータの事務所、広報の古澤さんを訪ねました。失礼します。水沼と申しますけれども、古澤さん、こんにちは。あ、古澤さん、すいません、水沼です。よろしくお願いします。今日犬飼いの方でトップチーム練習やってるんで、よろしければ一緒に見て。あ、もう行けるんですか？ええ、大丈夫ですか？大丈夫です。2時半から今日やってます。あ、じゃあお願いします。はい、連れてください。お願いします。よろしくお願いします。はい。もうなんか体で感じてきたっていうか、ちょっと古澤さんはつい昨年の3月までトリニータサポーターの中心的存在でした。一人でもホーム、アウェイ全てのゲームに出かけ、太鼓を叩き、声を枯らし、応援し続けていたのです。それでトリニータにこうハマっちゃったっていうのは、もともと育ったのがやっぱ大分だったので、まあ結局サッカーが好きで大分が好きだったので、自然に大分のチームができて、まあそれも本当に自然にいいんですよね。当たり前のように8000人ぐらいで僕一人でやってましたよ。そう。でも後半なんか室蘭だったんですけど、室蘭あれ、俺それなんか知ってるな、なんか知っと叩いてたみたいな。僕ですよね、それそういう時ってどういう思いなの？なんか一人しかいないなって思って、いや俺の魂をみんなに。まあそうですね、そっちの方が強いですよね。またそういう普通の一サポーターになって見たくなったりはしないの？やっぱしますねやっぱり今広報っていう立場でいろいろ仕事試合中やらせてもらってますけど、やっぱり選手がだらしないプレーしてたらヤジでも飛ばしたいし。まあ大分でワールドカップがあるわけじゃないですか。はい。その時にはもう立場を忘れるね。そうですね、やっぱりこの前のフランス大会も行きましたけど、やっぱりワールドカップはいいですよね。それが大分であるっていうのは、多分っていうか本当すごいことで、それっていうのが大分の人がもっとこれから分かっていくことだと思うんですけど。おお、いいね。知ってるよ。はい、今サポーターが来ていただいてるんだ、水沼紹介します。はい、大谷さんです。はじめまして、水沼です。じゃあ今年は毎試合トリニータを応援してくれると言ってますんで。あ、魂を受け継いだ男だ。はい、そうですね、しっかりと受け継いだ。そうですね、もう去年1年間でもう十分受け継ぎました。はい、魂を全て、はい、全てもう生活です。魂を吸い取られてはいないんだよ、でもそうだ ね、まだ残ってます。まだ十分残ってますから。もう全然全然抜けないらしい抜けないらしい。え、よく練習見に来るんですか？そうですね、会社勤めてるんですけど、やっぱりちょっと休みを取ったりして時々そう女子に隠れて多いと多いです、こういう人。いい会社なんですそうだよね、それだけ理解がある、僕と同じ会社なんですよ。あ、そうなの？それはいい会社ですみんな理解があってみんなサポートしてる。そうですね、まさしくサポーターですね。今年のトリニータはシジクレイ、バルディネイといった実績のある外人や才能にあふれる若き日本人選手たちなど、 J1、J2 を通じてナンバーワンと言われる補強をしました。新生トリニータが J1 昇格を目指して戦います。最後のところで悔しい思いをして、今年やっ
ぱり欠けるところっていうのはチーム全体からあると思うんだけど。そうですね、また去年のその最後上がれなかった悔しさっていうのは残ってた人も僕らもやっぱり忘れてはいけないし、それをそうですね、集中して頭の中に入れて悔しさを忘れずにやりたいですね。だから大分入る前にこっち の, あのワールドカップのね、あの会場を見に来たんですよ、うん、そしたらあのドームの開閉式の、うん、でこう観客席が移動じゃないです か,、うん、だからすごいこうまあこう施設的にね、うん、進んできてるん で, でそれを目前に J2 じゃないですか、うん、だからぜひ J1 にね今年1年で上がってあの J1 でも本当にまあトップの方でねやれて、でお客さんがいっぱい 見に来る、まあ、人気のあるね面白いサッカーをするチームになりたいなって感じで思ってますけどね。今年こそはっていうのも多分周りからも期待されてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、 あの自分自身でもなやっぱ今年こそはやっぱ去年ああいう形でね終わっちゃったからやっぱり今年こそはいう気持ちがものすごく強いけどね、うん、っていうようなチームをこう上に上げてきてるじゃないですか。うん、まあね、それは何によるところが多いんですか。まあやっぱり、練習かな。練習練習練習好きですよね。好き好き、もう終わってもああやってやらすしね。ほんまこうやってガミガミ言いたいのに我がこっち来い言うけ。これからわしの練習がスタートなんですよ。今までは何ウォーミングアップで。アップ。ちょ、手応えは今年はありですね。そうじゃね、まあ自分自身もね、やっぱり今年こそねやっぱ J1 に上げたいと思ってるし、ね、まあ残りじゃない40試合だからね、シーズン長いからね、あの見に来てくれるお客さんがね楽しめるようなねやっぱサッカーをやっていきたいと思ってるんで、よし、頑張ってください。はい。やっぱりどこ行ってもなんかいろんな特徴があるよな。もうヘルメットもこなれたもんでね。妙に似合っちゃう。大分県スポーツ公園メインスタジアム、通称ビッグアイは4万3000人収容の開閉式ドームスタジアム。あらゆるイベントに対応できる21世紀型のスタジアムで、2001年3月の完成を目指してただいま建設中です。でこちら側に今白く見えてます、これが可動屋根のテフロン膜の屋根で、ああいう、鋼管の上にテフロン膜がありまして、あの鋼管の下に台車が ありまして、その台車がこ の, やあのレールの上を走って移動する。で約20分間でこう閉まります。早いですね、で20分間で開くという、そういう形で、これがあのスタジアムの中で外という形で、はい、だからもし雨降ってですね、あの観客の方並んだりした場合には、はい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 、この屋根の下で並べるという。待てるんですか。はい、だからその部分でも若干はいいかな。ですよね、これ幕は下から見ると白なんですか。やっぱ白です。白です。はい、で、この分はですね、はい、まあそういうあのコンサート等に使うために防音の全部膜が固定屋根部分には入ってます。あ、ですから音響としては福岡ドーム並みの音響が取れるような、そういうスピーカーシステムと防音装置をつける。すごいでしょうね、ここでサポーターが大騒ぎしたら。そうですね。大分の球場の方に足運んでもらいたいですね。外サッカーの面白さだとか、うん、何かが感動があるような気がするんですよ。だ僕もサッカーっていうのは全然わからないで、なんとなく行ってみたらすごい感動を与えてもらった。それからもう毎週サッカーが楽しみになったと、まあ、こういういきさつがありますんでね。だから大分の人も一回自分とこの地元のチームだと一回ぐらい応援に行ったのかというところからスタートしてもらって、見てもらうと意外と選手が一生懸命走って物事をやってるということを見ると、やはりこれ不安になるあれがあるんじゃないですか。
それと、去年の最終山形戦、あれで随分不安が増えたような気がするんですけどね、アジアにおけるこの最初にして最大のイベントがこの日韓共催の21世紀における最初にして最大のイベントですから、それを置いたであるということはね、今のような意味で非常に意味があるわけですね。もう全てそういう意味で、2002年のワールドカップサッカーはね、日本と韓国との交流の意味において、そしてまたアジアにおける情報発信もおいて、またアジア太平洋大学ができてアジアの若者が集まる時期において、しかも日本の J1 にですね、大分のトリニータが昇格するというこの時期において、もうあらゆる意味でこのサッカーがね、こう全てのぞーっとこう一番こうてっぺんに行くイベントですからね、おそらく私だけなくてみんながエキサイトしてるんじゃないでしょうか、大分の人は。ここ大分や韓国でいろんな人に会うことができました。その一人一人の人たちの夢や情熱をすごく感じることができました。僕もすごく情熱を持っているつもりでしたけども、その皆さんにはもしかしたら叶わないかもしれません。ただその人たちの夢や情熱が一つになった時には大きなパワーが生まれて、間違いなくこのスタジアムで素晴らしい大会が開かれると思います。そのために皆さんもぜひ協力していただきたいと思います。みんなで大成功させましょう。そして大きなものを何か掴みましょう。